でや食べたいわけいいたこれぐらの高さで食べんだけど一番下まで下げたらさみんなにブーイングを食らうわけお前足短いんじゃないのみたいなそういうことじゃないみたいないじめられてる足が長いから雑魚が質が低いんだよって言って足は届いてるからどっちもみたいな違うんだよやばかわいそうに足が短かったんだねねえ短い認識されてるよ普通だと思うけどねおかしいや。 あ、じゃあ追加つけます。いつの間にかに分前。そうなんですよ。<laughs> あ先そうでね二分前だね。オッケー。一分前。<laughs> です。喉が痛いです。オープニングよろしくね。はーい。マイクはすでに上がってますんで。です。 あと四十秒かな。大体。<noise> よし。<あ>これじゃない。こっちか。 がくらじかっこかりみなさんこんにちはこの一週間いかがお過ごしでしたか 沖縄県沖縄市コザにあるラジオ局 FM コザで毎週日曜午後5時からお送りしておりますがくらじかっこかり本日もツイキャスユーストリームと合わせて放送していますのでよろしくお願いいたします番組に対する質問感想リクエスト等のコメントメールをお待ちしておりますメールアドレスは761アットマーク fm コザ .jp761 アットマーク fmkoza.jp となっております懸命にラジオネームを忘れずにご記入くださいはいお久しぶりですお久しぶりですいやなんすかなんか久しぶりに二人でやるからちょっと緊張するわね緊張するね噛んでないよ噛んでたじゃんおめきし噛んでたよ大丈夫もうダメだ喉も痛い ちょっと若干風邪気味ででしてあ,あ大丈夫ひかないようにしてくださいね、うん、もうひ引き始めてるのか分かんないけど喉がずっと痛くて、うんね、ちょっとそれなのに昨日ちょっと夜中からボーリング行っちゃってバカなので <laughs>、ね、元気に帰ってきたんですけどもやっぱりちょっと喉がおかしいと思いますがすいませんご了承願いますありリンですジョンですいや今, <laughs> 今ですか今ですよねえー、と今日はカズがメイン MC のカズが、ね、えっと先週申した通り実習で。 しばらくお休みということで代、はい、打でちょっと2人で先輩ラジオをそです、ね、<laughs> しようかなともうタイトルもはや関係なく <laughs> <達> <laughs> 全く関係ない感じになりますけど、うん、学生だった方々のラジオになってしまいましたが、ね、一応ねこの2月はもう多分数が無理なのかなそうですねなのでちょっとちょくちょくと私たち2人でやっていこうかなと思いますのでよろしくお願いいたします、はい はいというわけで、えー、今回フリートークのテーマも最初で決まりましたのでそうですね、はい、珍しくスムーズに決まりました、ね、<laughs> はい <laughs> もうどうするどうするってなかったからね、うん、ちょっと楽だったなと思うんですけど、まあ、14日にバレンタインがあるのではいそそ、ね、そうそうそうだから今回のフリートークのテーマは、えー、バレンタインで進めていきたいなと思いますので、はい、皆さんのコメントメールお待ちしております。よろししくお願いいいたしますさあえっとジョンははつぶりだろう自分は 先週休んだからうんあその前は来てるのかそうですねじゃあ1月のえっとぶり29かそうです最後ぶり1月の最後ぶり1月末ぶりそうですねじゃあ言うてそんなに開いてないじゃんいやだけどなんかすごく開いた気分になるよあまあ確かにねうんで結構長く開くとえそんなに開いてたっけって思うんだよね あれそんなに休んでたかな2か月もいなかったっけみたいな <laughs> そうそうそうなるんですよなるんだよね、うん、一応じゃあ自分は先週いたのでそうですね、うん、結構すれ違い気味になってたんですけどやっと今2人でできるかなと思うんですけどはい一応じゃあ先週あった出来事的な先週先週あった出来事まあ先週なのかなあのさっき打ち合わせの時にも話したんですけどうん、うん、携帯がいきなりつかなくなるっていう事件が起きまして、うん、いきなりねあの携帯でね いじ,いじってたっていうか、うん、検索しようと思って携帯を触ってたらいきなりプッて切れて真っ暗になってはっと思って電源が切れたのかと思って私 iPhone なんですけど、うん、iPhone ってほら丸い下の丸いボタンを押したねつ、ねうんうん、くじゃんつ、うん、かなくなって。 これは完全に元から切れたなと思って再起動をかけたんですよつかないんですよなんでと思ってちょっと押し方が悪いのかと思ってカバー外して裸でやってつかないみたいなあれおかしいなと思って押してる時間が短いんだと思って20秒くらいやってるようにいろいろ試行錯誤したんですけどつかなくてああこれはいったなと思って放置すれば しばらく時間置けば大丈夫かなみたいなあ,、まあまあまあ分かるよその気持ちは分かる <laughs> 見た目たくない気持ちは分かる <laughs> 大丈夫かなと思って放置してたんですよ、うん、そうしたら、あのー、両親がいまして両親に電話かけてって言われて、うん、ああ今携帯つかないからって言ったら <laughs> <laughs> はあみたいな何考えてるのなんで黙ってたのって言われていや時間置いてたら治るかな勝手になるかなって思って今ねギリギリだったんですよ、あのー、お店が空いてる時間の 今だったら間に合うでしょって言われてまあそうだねみたいな <laughs> <laughs> 誰の話してんだよ <laughs> 本当にほんとに他人事だったんですけど、うん、完全にで行くよって言われてショップに連れて行ってもらって店員さんに見せて店員さんもまず再起動かけるじゃないですかうん、うん、試してみるよね確かにね 2> で2回ぐらいかけてつかないですねってなって<ー>そうなんですよみたいななって少々お待ちくださいって携帯ごと奥に持っていかれて、うん 30秒か1分ぐらいして戻ってきたら携帯がついてて、うん、<laughs> 何したんだこの人みたいな <laughs> でも原因わからなかったんでしょそうあのこっちの人がちょっと原因こちらではわからないんですけどって言われて、うん、どなえ原因わからないのにつけたのみたいな <laughs> <laughs> 勝手についたんだけどちゃんといやいやそんなことはないと思う <laughs> 時間差作戦が今になって構成したんだけど <laughs> あそうなのか <laughs> で、うん、なんか直してもらってありがとうございますっていう事件がありました <laughs> <laughs> みんなバックアップはちゃんと取りましょう,うその後ね急いでバックアップ取った <laughs> <laughs> 半年ぶりぐらいでも確かにねあ,あったんだよほんとに同じことがあったんだけど、うん、その時にショップに持ってって店員さんがちょっと失礼しますってやるじゃん、うん、で押すじゃんついちゃったの、うん、<laughs> 恥ずかしくないこれ恥ずかしい 1>, 1時間ぐらいずっと試行錯誤してつかないつかないってやって充電してみてでもつかないみたいなやってて <laughs> でもダメだこれはショップに持っていこうって言ってショップに持ってったらそこで付き寄ったからツンデレかな <laughs> <laughs> こいつ相手選んでんなって思って <laughs> 本当恥ずかしいよね恥ずかしいよねそうじゃなくてよかったの、ね、よ <laughs> 自分も1回だけね、うん、前も電源が切れたわけじゃないんだけど、うん、あの iPhone の操作が効かなくなるっていう事件があって、うん、やばいこれと思って。 ショップに持ってっててショップの店員さんが操作したらできるっていう、うん、ね,えあるよね本当に恥ずかしかった <laughs> 本当に本当にできなかったのみたいな、うん、私の指が悪いのかみたいな <laughs> 思,われ思われてないかなみたいな、うん、この恥ずかしさ分かる <laughs> で,できなかったんですよ本当にみたいな <laughs> そう言うよね <laughs> おかしいみたいなこういうこと多分よくあるんでみたいな感じで言ってくれるけど慣れてるんだろうけどこっちからしてみれば恥ずかしいなって操作もできないものみたいな思われてないかなって言い訳しちゃうよねいやさっきもっとできなかったですきたらごいなるよね今回はねちゃんとならなかったから奥に持ってって秘密の道具できっと直してくれたんだろうけど原因はちょっと分かんないですけどって今日企業秘密だから企業秘密だうんしょうがないもう本当にねえ <laughs> でも聞いてたらさ、うん、精密機器に対してあなたのちょっと扱いが粗暴すぎるのかもしれないいやそんなことないよあの事故だから全て <laughs> 海水につけたのも水で洗ったのも事故だからなんで iPhone 海水につけてんのあなたいやいやあのー、本当は海水に浸かるつもりはなかったんだけど、うん、持って写真撮りながら海に入ってたの、うん、足元足だけよわ、うん、かるわかるわかるいいみわかる で、そして歩いてたらあの海の中ってどうなってるかわかんないじゃないですかたまたま苔が生えてる石を踏んでしまったがためにそれバシャーンみたいな持ってた携帯はドボンみたいな私と一緒にドボンみたいなそこはそこまではしょうがないと思うんだけどその後だって流流水でで洗いしたしょだっていやだって考えたんですよあ、海水にっっっちゃたいと思て パニックじゃないですか、うん、一種の。<laughs> やっぱり会社に使っちゃった、こいつボイス防水じゃないのにみたいな、うん、その時に思ったのが、塩って結晶化するじゃないですか、うんうん、機械の中で結晶化したらやばいと思って、<laughs> 確か<に> <laughs> とりあえず洗い流そうみたいな、<laughs> <laughs> やばい、防水じゃないのに大変だ、リュスで洗い流そうっておかしくない <laughs> 結晶化したらやばいと思っちゃって、<laughs> <laughs> もうなんか狂ってるよね <laughs>。<laughs> いやー、パニックになったらそんなもんですよ。<laughs> びっくりしたもん、聞いてて <laughs>。 そうそう中で結晶化したら壊れるかもしれないみたいな流水で流してもさらに壊れるという考えはなかったなかったなかった,かったとりあえず塩ができないことを優先にすることしか頭になかったから。 防水じゃないのにって思いながら水に流した <laughs> 丁寧に流したから多分ねいろいろな経緯があって、うん、今そいつはそういうあ反抗期が <laughs> 反抗期が始まってるんだと思うわなるほどねそれが原因だったの、ねうん <laughs> まあそういう話がありましたで1週間の話っていうかなんか携帯の話になっちゃったけど、うん、その日1日の話だけどねくれぐれも精密機器の扱いにはご注意をそうだね、はいじゃ 曲に行ってからのフリートークって感じでいいかなはいそうですね今日はちゃんと選んできました選んできました最初の曲はですねこれは2年前ぐらいだと思うんですけどに流行りました流行ったかな映画化したなんだっけアオハロイドだっけアオハライドアオハライドかアオハライドの取材官になりましたハニワークスさん 作,曲作詞作曲のチコさんが、うん、えーと歌った曲で「うん、世界は恋に落ちている」です。どうぞ シメを盛るっていうのもあるんだけどね <laughs> まあね自撮りってそういうことだからね <laughs> あと15秒で <laughs> あぶね <laughs> <laughs> 話してたら盛るぜ毎回あげてますはい, <laughs> はい、えー、ただいまの曲はチコさんのチコさんの歌で チコさん作曲ん違うちチコさんのハニーマックス作,作曲でちこさんの歌で <はい S 1> 世界は恋に落ちているでしたはい大丈夫じゃあ今ちょっとバックで曲が流れてたからちょっとバリュークになってて止, <laughs> 止めたのにみたいな<丈> <laughs> この番組は極ラジカッコがり本日も5時から6時までの1時間放送しております、えー、メールアドレスは 761‐FMKOZA.JP761‐FMKOZA.JP となっております懸命にラジオネームを忘れずにご記入くださいまたツイッギャス u s t r e a m でも動画配信しておりますのでそちらの方でもコメントよろしくお願いいたしますはい今日噛むな <laughs> そうだねうん なななんんんかかよくわいとこで噛だ今先週もやったはずなんだけどね。先週は完璧だったよ。なんでなんで今日だけ油断してるな、もう。油断してるな。2週連続だからかな。多分んね。そのせいかもしれない。緊張が解けたな。解けたのかもしれない。だめだな。えっと、なんだっけ。曲中に一応読んだんですけど、はいスイキャスの方ででコメントをいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。チャラカッチャンさんとプッチョさんですね。プッチョさんって知らないけど、ありがとうございます。自分もちょっと認識はしてないですけど。 なんか名前でも変わった人もいるからわかんないんだよねそうなんだよねあの大幅に変える人とかいるのでね FM 小座ちょっと言ってない言ってないわかんないよちょっと JP どういうことかなちょっとだけ JP だろ誤解当たるもう一回とくかいやいやいやもういいよ FMKOZA ですドット JP ですちょっと JP です。ドットですよろしくお願いします えーと、メールも申ししております。はい、曲のリクエストも一応今回は1曲だけ枠を空けてありますので、はい、もしあればよろしくお願いしますバレンタインにまつわる何かあればよろしくお願いしますはい、はい、こんな感じで、はいえー、今回の「フジトーク」のテーマはバレンタイン、うん、バレンタインについてちょっと語っていきたいなと思います、はい、で今回食,食レポそうですね食レポの方もちょっとそれに関連した感じにしてるので、うん、また後半もお楽しみください、はい この番組を聞くの初めてだそうですあ、ありがとうございますやったねやったねメイン MC がいないところでリスナーが増えましたリスナーが増えました後で数に報告したいと思いますノートとか書いてるじゃんあの人うんいつもうん、今回も書いていいよ書くうんいいうわそこまで真面目じゃないからあ、そうですかはいということでバレンタインバレンタイン誰かに 異性にあげたことありますか異性にそれは家族以外のことだよねはいもちろんです家族以外の異性に友直子しかないだよね自分ね記憶にはないんだけど家族曰く小学校の時にあげたらしいのよほうほうほう買ったやつだけどねうん 小学生ですこそ作るべきじゃないかそうでもないかいやもう小学生のねやることなんてたかが知れてますよチョコとかしてチョコを固めるっていうそうすねあのんかチョコの形を変えただけみたいなそう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 ぐらいじゃないですかそうですねじゃなくて私はがっつり買ったらしいんですけどえらい現実もらう方からしたらそっちの方う嬉しいもんねまあね買ってあげたらしいんですけど自分の記憶にはなくてえ 複数のの人にそそも個人に個人だけねあげた仲のいい男の子に仲が良かったのかは知らないけど覚えてないんだもん誰かにあげるってあげたんだじゃあ多分だと思います妹からも親からも言われたのであげてたよってそうそうそれで昔からかれたのであそうなんだへえあの人はどうなってんのみたいなうんうん あげ,げてたたでしょ、うん、君みたいな <laughs> えそうだっけみたいな、あのー、忘れられてるってことはもう本当にどうでもよかったのかなもしかして多分ねあの小学生女子の、うん、誰々にあげるから一緒にあげようみたいなノリだと思うんですよああるねそのノリはあったね <laughs> 確かにあのー、なんかクラスにいっぱい作ってくるとかことかもいたじゃんそうそうそうわか,かる、ね、クラス全員分配りますみたいなそうそうそうあのノリの中で なんか男子誰々にあげるから一緒にあげようみたいな。うんとか。なんか一時期なんか告白ブームじゃないですけど、なんかそんなのがあったの？イベントイベントブームみたいな感じでバレン。うん、なんか女子中学年ぐらいって混ぜるじゃないですか？うんうん、一気にうん。一気に混ぜるね。大人の真似したいみたいなところあるじゃないですか。そこでなんか友達となんかバレンタインは世間一般の人たちは、うん。 なんか男の人に告白する日なんだみたいなの聞いて、うん、自分もやりたいみたいな憧れで <laughs>、うん、なんか,いいかっこいいと思った男の子にチョコあげるみたいな多分そんなノリだったと思うんですけどそんなノリがあったのか、うん、A 小学校怖いな <laughs> そう怖いよね小学生女子のノリ怖いなっん思いましたけど。 自分のところはありましたねなんかね <laughs> 確かにノリであげるのはあったけど、うん、そんなのはなかったななんか大人の真似したいはなかったかもしれないもらったからあげるこの女の子に返すとかっていうのはあるけど<ー>もうその頃から友チョコっていうのはあったよねそうですね、うん、それ以来はずっと友チョコなんですけどうんうん、うん、そうなんだかなな学生時代は そういう友チョコみたいな風習があったから毎年一生懸命友達同士で作ったり自分で個人で一生懸命調べて作ったりとかっていうのあったんですけどなんか年を取るにつれて大きくなるにつれてそういうのってなくなるじゃないですか友チョコみたいな風習みたいな義理チョコはあっても友チョコはないじゃないですかわかるわかるでだんだん作らなくなってなんか去年とかも作らなかったですからそうなんだでも作ってる確かに。 自分が食べたいから家族用に作るっていうのはそうそうそうなんかだけどもう作るのも面倒だし食べたかったら買うみたいな財力を財力を駆使して買うみたいな仕事始まったらすぐこれだよなんかねもう作りたいんだけどあのねその時は学生時代はみんな作るし作るのが楽しかったみたいなところあるじゃないですかだけど考えても見てください買って げるのと食べるのと作って秋食べするのどっちが高くつくと思いますまあコストって考えちゃうとなんか時間もかかるしみたいな言い訳始まりましたいや作るのは楽しいんですけどなんか時間とコストを考えると買っておいしいものをあげた方がいいかなみたいな確かにねあのその方が正直もらう方も安心できるよねそうそうそう変なの入ってないしうんうん 人の手作りっていうのとなんか大量生産されてるそうそうそう、ね、いや本命がいるんだったら、うん、手作りであげてもいいとは思うんですけど、うん、あの家族にあげるくらいですから、うん、もはや、うん、もう買うよねって買っていいんじゃないかな <laughs> みたいな <laughs> 私はまだ作るの楽しい派ですねあそうなんだ、うん、でなんだろう自分が好きな味に仕上げたいから<ー>作る派あそうなんだ、うん、あの明らかに例えばもう わかるどっかのとこでケーキ買ったりするじゃん,うん、うん、あなんか材料ケチってんなって分かっちゃったら嫌だからなるほどね <laughs> スポンジ食べてあこれじゃねえって思うのも嫌だから<ー>自分で作りますあなるほど、うん、そういう派もいるんだよなって思った確かに、うん、たまにね作るのがね好きな方もいます自分のの知り合いにも、ね、あの作るのが好きで、うん なんか食べたいと思ったら自分で作るって方がいますから偉いって逆に思いますでも正直高くつくよ確かにそう高くつくんだよね楽しいではあるんだけど場所も取りますしそうでねなんか材料妥協しないからそうそうそうなんかどうせ作るんだったら美味しいの作りたいからちゃんとしたの作りたいと思っちゃうから無駄にね洋菓子って材料費かかるんですよね乳製品特にねねあのチーズ系とかねねやばいっすよね本当にね 昨日も作りましたいちごのレアチーズとかそういうの作って、うん、で、たっけえなって思いましただからあのそれで考えると、うん、あのなんかケーキ屋さんとか大量に材料仕入れてるからかもしれないですけど、うん、なんかよくこの値段で作れるなっていう,のうコスパいいなって思うよね <laughs> 見てるとねほんにすごいなって毎回感心するんですけどただあの私はなんだろうコンビニのシュークリームとかあるじゃん、うん、ああいうのってシュークリームの 作る動画を見たんですよパティシエが作ってるのを見せてであれってそこの方のなんかへこんでるじゃんコンビニのやつってあれって材料費ケチってるからなんですってあそうなんだなんか牛乳とか入れないで水でやったらなんかああいうふうになっちゃうんだってへえだからこれは材料費ケチってる証拠ですねみたいな感じでパティシエが言ってるの見てマジかマジかあっそうなんだと思うそういうのを見てからちょっとなんか見る目が変わってしまうあそうなんだね面白かったけどあ本ほんとだ追加好きれそうですね ちょっとじゃあいっツイキャスははいでいいその間に曲をそろそろじゃもう一曲はい流したいと思います、はい、続いての曲はですね自分はね普段聴かない曲なんですけど、うん、流行りました、うん、流行りましたかはいベビーメタルの「ギミチョコレ、うん、ギミチョコですね」うん、っていう曲を流したいと思いますこれはなんかか一,一時期っていうか あれですよねアメリカで日本のかわいい女の子たちなんですけど、うん、アメリカでなんかヘビメタだっけ、うん、メタル系のかわいい女の子たちがアメリカで流行って逆輸入的な感じで日本に来た、うん、日本に来て流行った感じの。 子たちだったと思うんですけど説明があやふや <laughs> いやあのメタル系聞かないから確かにねあの激しい系、うん、聞いたことあるわと思ったけど、ね、そうそう流行った時になんかいろんなところで流れてたから、うん、あこんな人たちいるんだ可愛いなみたいな感じで記憶にある確かにじ感じなので流したいと思いますはいお願いしますベリーメタルさんでギミチョコレートですギミチョコですどうぞ <laughs> よいしょ32分かお菓子企画はいつやりますかそれねちょっと長くなるかなもしかして。 どううだろうそうですね、今日は特別バージョンなのでね、だからじゃあ40分になる前には、それいつも通りか、もしかして、そうですね、じゃあ終わったらメール読んで、ちょっと話して、すぐ入ろうか、はい、了解です、なんだ、いつも通りじゃないか、<laughs> <laughs> <laughs> 先週は珍しく、時間が余りました。うん、えー、珍しい、うん、あのしい話倒して よしじゃあこんなもんかなって見たらあと5分余ってるみたいな状態で、えー、いつも足りないのにそう時間配分が下手くそなんだよねいつも <laughs> <laughs> ああと40秒35秒最近ねこれが多くてねうん,んかいつの間にか終わっててうん、うん、会話がダダやばい棚漏れっていうのが多くて <laughs> 気をつけてはいるんですけど、うん CM 見てないからね<う>、<laughs> 残り時間、うん、CM 中完全にヘッドホン外してるんで <laughs> 意味がわかんないよね<う>あ、間違えた1秒はい、えー、ただいまの曲はベビーメタルさんのギミチョコでしたはい。 この番組は学ラジカッコカリ本日も5時から6時までの1時間放送しております、えー、番組に対する質問感想リクエスト等のコメントメールをお待ちしておりますメールアドレスは761アットマーク FM コザ .jp761 アットマーク FMKOZA.jp となっております懸命にラジオネームを忘れずにご記入くださいといったところはい、はい、メール来ましたありがとうございます、はい、ありがとうございます <laughs> えーと AKB ファンさんからですねありがとうございますさっきコメントの方でツイキャスのコメントの方で送りましたって感じで来てたので早速紹介したいと思いますはいお願いしますはいリン謎かけかむなよって言われたかむなよかむなよ <laughs> フラグかな <laughs> ちょっと期待に応えようかな <laughs> じゃあいきます、えー、毎度ジョンリンンリリリスナーの皆さんこんばんこばじゃあテーマに行くなテーマバレンタイン 俺はですねバレンタインは買ったチョコより手作りチョコがええな失敗しても愛があればいいさ以上だジョン・リン整いましたいきますはいバレンタインデーとかけましてかけましてトイレにかけ込むと書きますときます噛んだね噛んでない今い違い期待通りだね今のはちょっと予想してなかったごめん <laughs>、えー、トイレにか駆け込むとかきますその心はいつもギリギリです以上ださあ 点数をじゃあ今日はジョンにお願いしたいと思いますそうですね真っ先に浮かんだのは金一つだね金一つそうそうあののど自慢であるじゃないですかカン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 のやつカンそうカンのやつですねあれだけカンですねカンだそうです最低ランクあ今回はちょっとお切り目さなかったようでございますいやなんかギリギリ ギリギリって2個続いてるからギリだけだったらねいつもギリですってそういつもギリですだったらほらうまい具合にギリチョコとチョコでかけてるけどギリギリチョコって言わないじゃないですか急に今日は辛口ですよ皆さん大丈夫ですかねなのでちょっとギリギリって2個続いたから ダメダメです, <laughs> です。残念。えっ、ー、と、点数良かったら、二人からの友チョコ頂戴って言ってたけど、残念だったな。残念でしたね。これはダメだな。<laughs> 金一個では渡せないな。金一個ではダメですね。<laughs> <laughs> えっと、リクエストも来てるんですが、どんなかな?見えます。見ても差し。了解です。オッケーです。じゃあ、もしかしたら、準備が間に合えば、使えるかもしれません。はい。そこら辺はちょっとジョンに。 お願いいいいししたいと思います厳しいっす厳っっよねやっぱり、ね、<laughs> <laughs> プッチョさんが厳しいってきてるけどさっきのなんだっけ義理チョコあチョコレートを渡す渡さないみたいな話で、うんえっと、プッチョさんは自分はどの人とも同じぐらい仲良くて中立派みたいな感じだったから多い時は78人の女子に渡してて頼まれてたって多くなない全て別人なんですかね,ねそれとも同じ人に78人から渡すてそれはその友達がすごくない <laughs> モテモテ <laughs> どっちにしろすごいですけどね確かにすごいけど78人に頼まれるってすごいですよでも逆に言うとそれほど信頼はされてるんだよねそうだね一番仲いいってことだもんね仲いいポジションででも恋愛対象に入らないタイプの人だよねそうだね友達未満ってことですねあ友達以上ではないか友達いい人だよねあの人いい人だよねっていい人止まりの人ですねそれはそれでちょっと厳しいな そうなんだ。じゃあありがとうございます。こんな感じでえっ、ー、とメールもいただければ嬉しいなと思います。はい。<coughs> まあこんな感じで今回フリートークのテーマバレンタインで進めてきたわけですが、はい、はい、えっとちょっと時間も時間なのでそろそろあのコーナーに行きたいなと思います。そうですね。準備はいいかい？タイトルコーナお願いしようかな。はい。なんだっけ。<laughs> 何 <laughs> だっけ今タイトルコール言おうとして何だっけと思ってっ。言いますかはい、お願いします。食レポでしたね。<laughs> <laughs> 忘れてた。何,何だっけって何 <laughs> いや、もうあの、お菓子しか出てこなくて、<laughs> 違うよな。何だっけ <laughs> みたいな。一応ね、あのー、 さっきのなんだっけにもエコーがついてたら面白かったなと思ったんだけど <laughs> ちゃんと気になったね <laughs> いやいや入れる前になんだっけと思って <laughs> えゃ <laughs> いな以上食レポかっかりのコーナーですはい、はい、え今回はバレンタインということでちょっとバレンタイン仕様にしてみたいなと思ってえっと実はさっき友チョコの話したんだけど、はい、お互い友チョコを買ってまいりましたはいま同じところでねそうでね <laughs> <laughs> 行くついでに私の車できたんだけど今日は、うん い、ね、くついでにちょっとじゃあそうそう食レポのお菓子買うかって話になってだけどお互い見てないから<う>相手が何,かか、ね、お互い何を買ったか分からないその状態で友、えー、チョコを交換したいな友チョコチョコ,チョコかどうかも分かんないけどそうそうそう <laughs> お互いちょっとお菓子を買ったのでそれを交換してバレンタイン感を味わいたいなと思います、はい、<laughs> そうですね,ね去年やらなかったんでしょ去年やらなかったねちょうどいいじゃん <laughs> もしかぶつたら笑ってたら笑そうだね かぶらないとは思いたいんだけど一応聞くけど箱型いや違いますあ違うよかった OK <laughs> ですじゃあ食レポカカカ今回のお菓子はこちらこちらどうぞあ同じピンクだあ本ほんとだはい、はい、これね自分がね、はいうん、ずっと、うん、どんな味がするんだろうすごく気になるどんな味がするんだろうって思いながら変 <laughs> えずにいた <laughs> えと紹介したいと思いますえー、とジョンから 私、りんへの、えー、とプレゼントはこちらです。ふわりんか、ソフトキャンディー,、えー、ビューティーローズ味。ね、気になるでしょ。ビューーーティロ何味っていう。ビューティーローズ味 <laughs> ーーーズ味なんですよ。何味と思って。ダマスクローズオイル配合。なんかダマスクローズオイルって、なんか化粧品に入ってない <laughs> だから <laughs>、うん なんか見た時に、うん、あの通販とかでよくある、うん、食べたら息があのなんかあアフローラルな感じのなんか匂いが出てくるみたいな体臭が、うん、バラの匂いになりますみたいなやつっぽいじゃん何、うん、<laughs> な,なんだろうこれと思って香りを楽しむフワリンカローズに含まれる香り成分ゲ,ゲラニオールが吐息体からふんわりさらに美容成分配合で綺麗に嬉しいソフトキャンディーです、ね、気になるでしょう気になるね ビューーーティロズ味っ何なんだよなのか分かんない香りのソフトキャンディーじゃなくてビューティーローズ味なんだよビューティーローズ食ったことないそうそうそうそもそもビューティーローズ何みたいな知らない美しいバラのパッケージのソフトキャンディーですねじゃあ自分が言ったのも紹介しよいそうですねお願いしますちゃんと考えたのバせたいんじゃんって思ってチョコレートじゃんでもチョコレート普通にあげたら面白くないじゃん といわけでグミチョコですなるほどこれ紹介したことありますか自分ないですねあないか食べたことも、うん、ない,ないあじゃあいいやそれにしよううんグミチョコ中にいちごのグミが入っているチョコレートだそうです普通そうだけどまあまあまあ,、まあ、あの私あんまりグミが入ったチョコレートとか ジェリーーが入ったチョコレートとかあんんま好きじゃないんですよ自分も食べないね <laughs> なんだ中にジュレが入ったんていうのトロンとした感じのやつは好きなんだけどあ,<ー>あんまりこんなそう、ね、プニプニした感じのねプニプニした感じのやつあんま好きじゃなくて自分も好んで買わないから, <laughs> からどんな味がするんだろうなと思ってまあね、はい、お互いなんか実験台みたいにしてますけど <laughs> <laughs> だってね友チョコってなんだっけ <laughs> そう実験ですからお互い喜んでもらおうと思う気がしない <laughs> なってないので <laughs> <う>じゃあ お互いちょっと食べてみましょう。そうですね。あすっげー開けた瞬間に香料すごいね。うん、あ,あのいちごの香りがすごい。これ。あ、そうなんだ。うん。もう、もう、あのふ、袋、こんな感じの、あのプ、プッ、プ,ップッチじゃなくて、うん、あのきゅ、きゅうちゃの。なんだっけ、あれ。なに。なに。 チョコボールそう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 、チョコボールのあれにかかってるみたいな、この。うってできるやつ。あ、う。何だっけ、あれ、忘れちゃった名前。この、このビニールのカバーを上外した瞬間に。いちごのすごい匂いする。中に入ってんだよね、いちごのグミっていうのは。多分だと思う。なのに、そこから。すごいよ。チョコのコーティングはどこに行ったんだ?。もうチョコをは。ね。なんか。石鹸みたいって言われちゃった。多分石鹸味じゃないかな。石鹸味かな。匂いはね。 確かにほのかにバラっぽい匂いがする、はあ、大丈夫かこれ <laughs> だからねどんな感じかなと思っていただきますどんな感じですか層、はい、になってるとか、うん、そんなのではないなんか周りは砂糖で固められてるんですよ、うん、あそうなんだうん、うん、甘い,、うん甘い どうですか味はローズの味しますごめんローズ食べたことないから分かんないけど <laughs> <laughs> バラ食べたことないから分かんないんだけど <laughs> 石鹸の味するなんかねうん芳香剤の匂いがする嫌 <laughs> <laughs> <や>だ芳香 <laughs> 剤食べてるみたいな感じなのじゃんあの味はソフトキャンディそのままなんかなん何味なのそれ <laughs> 普通にソフトキャンディーの、うん、食感でしょう、うん、食,食感なんだけど、うん、すっげえんか芳香剤の匂いが嫌 <laughs> だうんああなるほどあ鼻から抜ける感じが完璧にあれっすねリセッシュとかあ, <laughs> <な> <laughs> あんな感じ <laughs> 吐息は綺麗になったね <laughs> <laughs> 鼻から抜ける感じはリセッシュですよ <laughs> <laughs> もしくはファブリーズみたいなローズ系のロああ優う消臭剤の香りが鼻から抜けていきます <laughs> それまずいんじゃないのいや味は普通なんか食べてる感じなんかこれがローズの味なのか何のかは知らないけどなんかよくわかんない味はする <laughs> 酸味の効いたよくわかんない味はするけど <laughs> でも味は普通。 いや、だけど味覚も大事だよ味覚なんか普通うん中は普通のソフトキャンディーなんですよ周りがきついのかあでもそんなことないん何にその要素が不思議なんか全体からすごいローズの香りがしましたへえローズ芳香剤の香りやっぱりうんまあまあまあじゃあ自分はうん りんちゃんからもらった、はい、グミチョコプニプニグミ入りいちご味、うん、食べたいと思いますどうすかうんなんか言えよあなくはないなくはない美味しいですね あ今かじったからあれなんだけど、うん、普段自分こういうの舐めるんだけど口で溶かす系ねなんかね噛むとチョコなんだろう一瞬で全ての味が消えるどういうこと噛んで、うん、噛んでいくたんびになんかだんだんチョコが溶けてくるじゃないですかそりゃそうだよね <laughs> そうそうでだんだん溶けていくんですけど、うん、噛み砕いてるから、うん、あのチョコは 粉砕されて飲み込んでしまうんですよ。うんうん、その後にあのなかなか飲み込めないグミが出てくるわけですよ。<laughs> あのバラバラに食べた方が美味しいやつだから、<laughs> 噛んだ。瞬間はチョコの味するんだけど、うんうん、あの飲み込んだら、チョコはあの余韻を残すことなく、消え去り、うんうん、グミのターンですね。<laughs> <laughs> 最初チョコのターン来て、うん、後にしつこい。グミのターンみたいな。ちょっと交換してみよう。いやしつこい。グミのターンっていうかグミも。 あの飲み込んでしまえば口の中からはいなくなります。意外とじゃあみんな潔いんだね。すべて潔がいいやつ。じゃあまあしつこいよりはいいのかな。そうだね。クミチョコです。チョコボールみたい本当に。すっげー。ね、匂いすごいでしょ。あ、方向剤じゃないこれ。なんかね匂い嗅がなければよかったって思う。ね、なんかさ、今から方向剤口に入る気分。なんかこんな匂い玉みたいあるじゃん。ある。 あの、いっぱい詰まってる。そうそうそう。そう,そうゴロゴロしてる、うん、方向剤あるじゃん。ある。あれに見えてくるのかなそう。<laughs> 食べるの嫌になるわ。<laughs> 食べて。味は普通。結構ね、周りが思ってる硬いの。<laughs> <laughs> 全然普通じゃないよ、これ。<laughs> うん、大丈夫中。中身はだって普通の <laughs>、ソフトキャンディーだけど、匂いがすごいの。あの、噛むたびに匂いがすごいの。 <laughs> <laughs> じゃあ自分もグミいただきます <laughs> <ん> <laughs> あ,あ <laughs> 大丈夫大丈夫言ってる意味が分かった、うん、あのね、うん、<laughs> むせてる <laughs> あのねあれだ確かに、うん、匂いさえなければ、うん、普通にそう ソフトなんだソフトンディなのけだけど匂いのインパクトがすごいよねびっくりしないもうね口の中から芳香剤が体外に出るまではもう芳香剤食ってる気分結構ね滞在時間が長いのそうんかソフトキャンディーを噛み進めていくとなんかソフトキャンディー本来の味じゃないけどうん なんかちょっとピーチ寄りのソフトキャンディーの味がふわっとふわっと出るんだけどピー,、うん、ピーチっぽいって確かにピーチっぽいかも、うん、出るんだけど、うん、そこに至るまでの芳香剤感が激しい、うん、すごいよねもう匂いに全部持ってかれるよねなんかねダイレクトに芳香剤を、うん、あの何だろう思いっきし芳香剤を鼻から、うん、<laughs> って吸い込んだ時の <laughs> おおって感じの <laughs>、うん。 むせる気持ちは分かってる、私も。<laughs> 感じを、なんだろう、口に入れちゃった感、うん、<laughs> ね言いたいことはすごくわかった。すごいなんかね、うん、なんかわかる、シュッシュッってやる方の蓬光剤をやった後にそこ通ったら、うん、すぐそこ通ったら、わかる、なんか飛沫が鼻に入ってすごい匂いするじゃん、うん。<laughs> っていうかなんかあのダイレクトに口の中にシュッシューってさられた気分嫌 <laughs> だそれ <laughs> やばいこれ結構強いよね強い <laughs> えっとまあ一回も美味しいって言わないっていうのも、まあ、あのグミグミじゃないソフトキャンディの味自体は普通なんですよ普通多分あの押されてわかんないけどうもうねあのー あの匂いあの風味の後にあのソフトキャンディーだったら普通としか思えないそうだよねそうだよねやっぱりね味が分かんないね正直汚染されてる口の中が一応自分も食べたけどグミチョコうんあの別で食べよでしょすごいでしょあの潔いでしょすべてがさるのが潔いあのねなんかすっごいあっさりしてるそう 食べて飲み込んだら本当にいなくなったそうそうそう口に残る感じがしないこっちはあっさり、うん、あっちはしつこい <laughs> そうす,すっごくなんだろう強烈です、まあ、どっちが食べれるかっつったら間違いなく無こっち。<laughs> <laughs> これはねだけど間違いなく息は綺麗になるよ美味 <laughs> <laughs> しく息を綺麗にしたい方美味 <laughs> しくはないけど匂 <laughs> いに耐えきれる方 <laughs> そうだね 速攻で息を芳香剤にしたい人は臭い匂いからせめていい匂いにしたいっていう方はおすすめおすすめです味は保証しないここで知れてよかった店で見かけても絶対に買わない違うんだよそうじゃないんだ実際ね食べてみないとわからないんだみんなもぜひ味わってみてください一回食べてみたらなるほど 言言っっっってててるる意味が分かたくれと思うもうねこれすごいよあのね多分どんなに口が臭くても一発で綺麗になるよだって抜けるもんめっちゃもうね多分これで間近で話されたらさ口から芳香剤の匂いがするってなるよきっとわかんないけどねやばいよね食べた人のにおを吐いてないからわかんないけどあの多分そんな感じがするよ も明らかに抜けていく感じが芳香剤って自分でもわかるし今もさ<う>口の中に芳香剤いるもん <laughs> <laughs> ほんのり、ね、ほんのり匂い匂いがね、うん、あの永続的に舌の上から出てるどんだけ結構しつこいね持続時間長い<う>あのやっぱ。 なんていうの匂い消しっていう意味ではいいかもしれない、うん、そういう意味ではそうそう感覚的にはの匂い,いの残ってる感覚的にはあのカルピスとか、うん、あのヨーグルトじゃないヤクルト飲んだ時とかってなんか下の上に残るじゃないですかあのカサカサがない状態の匂いだけがその膜を張ってる感じの、うん、<laughs> <laughs> の上に匂いの膜が張ってる感じ <laughs> んた食べた人はわかるけどわ<う>かりづらいと思う <laughs> そうかな <laughs>、うん すごいっすあっんかすごいものを食べてしまった臭いよりはいいよまあすごいもの食べてしまったこの後にさご飯食べたらどうなるのか気になるよねいやだから食べたくない夕飯なんだけどねそろそろ大丈夫多分消えると思うそれまでにはだといいけどね2個目食べた時に食わなければよかったと思ったもんショてちょっと待って断面がどうなってるのか見たいんだけどって思って 個すごいよなみたいな。と言ってる間にんかやこれやばかったですこれはすごいね強烈だわ今までの体験した中でもう12位を争うはずれだわ食べ物の匂いではないよね食べ物じゃないな確かにだけど芳香剤と考えれば口のよ芳香剤ブレスケアにしとけよもういやいやいやダイレクトに一発で消臭してくれますからダイレクトあのね なんだろうブレスケアとかの刺激がきつい人はこっちの方がいいかもしれない、うん、そうそうそう,そう、うん、あれって結構下にくるじゃん分かんない食べたことないブレスケアはかむブレスケアは結構なんか下にくる感じがる <laughs> あそうなんだ。自分はあんまり苦手なんだけど、うん、あれよりはアロマ感ですごい,逆,すごい逆にすごいなんか別の凄さがあるからなんか体内でアロマ炊きましたみたいなそう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  <laughs> なんかすごいここら辺からアロマが来てる感じがするから <laughs> そうそうそう 全身から香ってますみたいな <laughs> やばいっすあと2分になりましたはいはいこんな感じで食レポカッコりでしたはい今日は強烈だったね強烈でしたね <laughs> 実はもうエンディング流すあれもなかったねうんあのー、自分用に買わなくてすごくよかったって思った <laughs> <laughs> これはみんなに食べさせようかな <laughs> <laughs> だね<笑><笑>こんな感じでやってまいりました1時間の「がくらじカッコいかがでしたでしょうかはいえー、なんだっけ何するんだっけえ <laughs> エンディング もう時間がないから、そのまま終わらそうと思います。はい、えー。来週は十九日、またお会いしましょう。大丈夫だよね。大丈夫です。オッケーです。じゃあまた来週も二人でやりたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それではまた来週お会いしましょう。せーの、リスナーは <laughs> もうちょっとダメージが <laughs> せーの、リスナーは正義。バイバイ。<laughs>